何わの海の時空間は、大阪府大阪市住の区南高サキス地区にあった大阪市立の博物館。船舶や海運、海洋をテーマとする海事博物館であった。2006年度より指定管理者制度に移行し、大阪ガスビジネスクリエイト株式会社が管理運営を受託した。大阪港の南高エリアサキスにあり、大阪湾に面した場所に位置する。 大阪市市政100周年記念事業の一つとして建設2000年に開館した担当部局は大阪市港湾局総工費は176億円建築は世界的に著名な建築家ポールアンドリューの設計であり4208枚のガラスを用いたユニークなジオデシックドームの建物英国構造技術者協会から2002年に特別賞を受賞した また、エントランス棟とドーム型の展示棟があり、両棟は海底トンネルでつながっていた。主な展示は、ワールドウィンドウ水平線の彼方へ、ワールドウィンドウキャプテンとなって、柳原良平氏コレクション展示、アンクル船長ギャラリー、バーチャル解説員。初代館長は、石浜紅子。石浜、初代館長は、施設の魅力について、 ズバリ新しい概念の施設です。大阪港を中心にした歴史と世界、つまり時空を身近に体験トリップしていただけますと話した。2010年、開館10周年を記念してリニューアルが実施された。年間60万人の入場者が見越しまれるとして作られたが、入場者は初年度の20万人が最高で、2008年度には入場者数が10万人を割り込んだ。 2009年度は10万人台に回復したものの、実態は入場者の6割以上を社会見学の小中学生等の無料入場者が占めていた。毎年の赤字は3億円以上に上った。2010年度の大阪市の事業仕分けで不要と判定された。2012年6月20日、大阪市は副市長会議で2012年度末で廃止することを決定した。 同年10月11日、公益社団法人日本船舶海洋工学会が、日垣海戦、何は丸の保存を求める要望書を、橋本徹、る大阪市長宛てで大阪市に提出した。これに対して、橋本市長は、同日の定例記者会見で、要望を出すなら、自分たちが何をするのか示してほしい。必要だというなら買ってくれたらいい。 学術的な意味があるのかもしれないが、税金で存続させるべきものではないと批判した。2013年2月8日、大阪市は閉館日を同年3月10日と発表した。大阪市長の橋本徹は、施設を再利用する民間業者の公募が応募者ゼロのまま打ち切られたことを受けて、同年2月28日の定例記者会見において、当時の市の責任だが、 よくこんなものを作ったものだ。誰も手を挙げてくれないような、よくこんな建築物を作ったと思う。馬鹿げたことをやったと告評した。また、日垣海線をドームで覆った形状の施設についても、船を入れて、上からカプセルみたいなものを被せている。見にくだらないと批判した。2017年に施設をホテル、スパ、漫画博物館などに利用する案が出ていることが、 報じられたが、2020年の大阪市の行った募集では、新型コロナウイルス感染症の流行の影響もあり、応募はなかった。2021年、大阪市は、新型コロナウイルス感染症の収束状況を踏まえ、最高募のタイミングを検討していることを公表した。施設は閉館後使用されておらず、電気、機械設備は老朽化が進んでいる。エントランス旨、ありがとうございます。